はいどうも、秘密結社フェイクの総集8でございます。今回はですね、土曜日の阪神のメインレース三宮ステークス、これがハンデ戦なんで、まあ、そのハンデがどんな感じでね、つけられたかなというのをチェックしていきたいなと思ってます。まあ、基本的にはハンデ戦のハンデって、まあそこまでの実績、まあ、この前にハンデ戦出た時に大体この金量で、まあ、そこそこのレースまでだったら、まあ、そのままのハンデかなみたいな感じで、過去のハンデ戦の出走と同じハンデの馬に関しては今回はもう触れません。まあ、ですのでね、まあ、今回想定というか、まあ、前回勝った時からハンデが変わったみたいな馬は全部ねチェックし直しました。またハンデが変わった、まあ、前走のハンデは例えば56キロだったけど、今回ハンデ戦出てきた時55キロですよとかね、まあ、その辺の馬たちをチェックしています。まあ、というわけで今回 のハンデチェック対象は、まあ、出走16頭かなのうち8頭なんですが、まずこんな感じになっています。まずベンジェンス、ネット競馬想定の人気順上位からいきましょう。ベンジェンスなんですが、まあ、57キロぐらいが妥当かなというところ、前回重賞を勝って、その後重賞2着2回あるのかな、 G2G3 の2着 G3 の1着という、あと初のハンデ戦出走となったわけなんですが、まあじゃあ重賞2着でそんなにハンデ積んでもあれだし、57でいいんじゃねえというところが、58キロのハンデがついています。まあ、そういう意味ではね、ちょっとハンデが見込まれたかなと。まあ、もちろん重賞1着1回2着2回なんていう活躍馬がオープン特別に出てくる時点で、まあそんぐらい、いやいやいや、そんな小遣い稼ぎもないでしょみたいなところで、このハンデもありかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと見込まれた感がある。人気が本当にこういう上位だったら、あんまり逆に変えたくなくなるなというハンデにはなったと思います。まあ、そして3番人気コンカラー、これ準オープン勝ち直後で54キロかと思ったら55ついたって感じですね。ただ、まあ、安定して走ってはいるんですけれども、勝ち時計とのね、指数的な面で見たら、55にするとちょっと55の中では下位じゃないかなという気がします。1キロマスにはちょっとギリギリラインを超えるか超えないかぐらい。まあ、なのでね、これもちょっと評価しづらいんですね。それよりはその下の2頭、まずは桜リュール、準オープン勝ちはね、十分、指数的にはこれを大体54にするか55にするかのラインを超えてくるような高度計で勝ってるんです。まあしかしですね、そこまでがそこまでちょっとあれかなっていう感じの勝ち方が多かったんで、まあここを一気に成長したと見るんであれば、この馬から入りたいですし、まあその辺ね、数値のばらつきみたいなことで考えたら、平均値みたいなことで考えたら、逆にちょっと買いづらいという微妙なラインですね。まあ、そして7番人気、オーベルニュ。この馬なんですが、まあ、この馬もね、この馬はね、今度はね、指数的には確かに54なんです。54で妥当というところなんですが、まあでも、55つける、もうほんと一押しあれば55でいいよねっていうラインをずっと安定して走ってるんで、まあ、54っていう金量がついたんであれば逆に買い時、まあ、安定してその、期待に応えてくれるだろうという気がするというところですね。なので、まあ、桜リュールにするかオーベルニュにするか、まあ、馬券を買うってラインに入ってきた時に、まあ、他の馬との、ね、比較で検討して入ってきた時に、まあ、思い切って軸にするんだったらオーベルニュだし、紐で1点拾うだけだったら桜リュールかなぐらいのね、まあそんな感じですね。大体似たような評価で。まあ似たような評価で馬券買うかどうかっていう取捨をしたときに、この辺のラインが入ってくるんだったらということで言うと、そういうことになります。まあ、そして8番人気、アッシェンプッテル。この馬、牝馬なんでね、まあオープン入りして54キロから2キロ減で52キロという金量になると思います。まあ、重賞挑戦が2度とも大敗、特に昇級初戦の前走も大敗みたいなことを考えると、まあ、ちょっとオープンでどうかなっていうのはあるんですけど、3勝クラスでのパフォーマンスで言えば、これも1キロ増でもいいかもしれないし、まあ言うてね、まあ重賞の2回の大敗考えたら、オープンではそんな厳しいハンデつけてもどうかなみたいなね、そういうラインですね。まあそしてこっから下3頭、帝王エナジー、名将住友、名将で、この3頭は、まあ金層不振でのハンデ1キロ減となります。帝王エナジーは昨年の2月の佐賀記念3着以来馬券圏内なし、名将住友は昨年7月のマリンステークス4着以来掲示板なし、名将宴はおととし10月のマイルチャンピオンシップの3着以来馬券圏内なしで、それ以降この3頭すべて掲示板にすら一度も乗ってません。
なんですが、まあ名将の2と住友宴、これ両方ともまあ9歳馬なんでね、ちょっとバレー的にも衰えてきての1キロ減以上に衰えてんじゃないかみたいなところが一つあります。ちょっとマイナス要素ですね。逆に帝王エナジーなんかまだ5歳だったっけな、若いんで、ここで1キロ減ったらもう一回吹き返す目はあるぞということで、まあ1キロ減ハンデチェックして1キロ減ってるからこのタイミング買い時じゃねえの中では帝王エナジー、まあそして昇級初戦組の中では桜竜ルオーベルニュあたりは54ついた中では比較的上位の指数で来てるんで、ここまでまあこの2頭、まあその辺なんかはね面白いかなと思うんで、馬券にできれば絡めつつですね、予想を組み立てていきたいなと思っております。以上ハッチでした。